どう話そうかって、あ、実はまとまってない。おい。おら。じゃあ、とりあえず、まあ、前、はい、前二人の方の、こう、否定をでもやりましょうかというところ、いきなり。おう。じゃあ、聞いてみようかな。やっぱりよろしくはないですけどね。おい。まあ、やってみますわ、という程度。ではでは。じゃあ、お化けイルハ大将、七瀬さん、どうぞよろしくお願いします。はい。はい。まず、まあ、千葉さんがこう言われた、まあ、科学的にぬくぬんで出てますけども、幽霊の存在って、まあ、これ結局、まあ、幽霊、この場合、心霊の場合ですね。心霊の場合は、こう、霊魂の否定になっちゃうんですよね。で、これ、まあ、科学的にあるもないも、実際に証明できません。実際。あると言えば、あると信じますし、ないと言えばないと信じるのは代物です。果たして、あるとポジティブに考えた方が楽です。楽というか、悩まないしています。あと、一旦のところで、待って、うようよいるんじゃないか。うん、心霊の場合、うようよいます。見えるか見えないかだけです。あと、電子レンジ認識しないんじゃないかって言いますけど、いや、電子レンジは他のものも認識してるわけではないです。ただ光を遮ってるかとかを検知してるだけなんで、認識してるわけではないです。はい。あれ？はい。おや？終わりです。なるほど。灼熱し、灼熱しちゃダメ。灼熱してまいりましたが。はい。はい。とりあえず一旦目。お化けいない派の、じゃあ大将赤毛球千歳さんを残して、皆さんのご意見を伺ってきたわけですが。はいはい。はい。あ、じゃあとりあえずじゃあ、そうだ、全員まず回そうかな。の方がいいな。まあ、そうや。これ、ね、なんか 2周目をやる必要があるのかなって私はちょっと疑問を今感じてしまう。もうないじゃないですか。やりたくたっていいと思うな。なくてもいいかな。とりあえずじゃあまあいいや。とりあえずこれは決して消化試合ではないですからね。消化試合。はい。赤毛球千歳さんの、はい、お化けいない派大将、さあどんな話が聞けるのか。私ね、事前のあれでは赤毛球千歳さんのお化けいない論だいぶね強いんじゃないかと思ってます。そうですかね。はい、さあ、お化けいないチーム大将赤木球千歳さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、どうぞ。ですね、お化けがいるかいないかなんていうのはね、いないんですよ。結論から言うと、これはね、もう科学の世界で証明されています。これね、もう科学の世界で低周波っていう風にもう結論付けられてるんですよ。普通人間の耳には 20Hz から下っていうのは耳良くないと聞こえないんですよ。普通の人。つまり一般の人は聞こえにくいんですよ。20Hz から下の音っていうのは。で、その低周波っていうのは要するに恐怖とかそういうパニックっていうのも引き起こす作用があるんですよ。これがまた。で、まあ、何があったかな。何話したんだっけ。で、そうですね。トラとかなんか聞いていただければわかるけど、普通にあれなんですよ。恐怖とかパニックを引き起こすものなんですよね。ですから、もう所詮お化けなんていうものは思い込みと、あとは、その、あれですね。思い込み、手伝いです。です。はい。はい。ありがとうございました。皆さん今度 BGM でかかったりしませんか？うん、でかかった。でかかった。いやこれね、すごい難しいんですよ、調整が。このオージャリーの送りの。己に打ち掛け。これちょっと今度また改めて、本当にね、 0. 何ミリ単位の調整なんでね。まあいいや、そんなことはいいんです。はい、それでは一周したところで、私、はい、時間あと20分ですが、2周目なんかこうまた違うこと話せますかってなると、こう結構あれじゃないですか。いや、厳しいですね。ピーでも話してあげようか。お化けとかのおどういう風に利用したかとか、その辺ちょっとこの後フリーディスカッションで聞いてみようかなしちゃうと思いますが、どうだろうな。番組的にはグダグダだけど、フリーディスカッションでいいんじゃない。別に番組的にはグダグダだが、まあそれはいつものことだからね。まあいつものことだ、それは。これが火曜クオリティだ。というわけで一度中間アンケートを取ってみたいと思います。うら。第1回アンケートでは、お化けいる派が 43% だっけ、逆だっけ、
ちなみにね、さっき言った低周波で一番強いものを出すのは虎なんですよ。お化けいる派。フリートークじゃないから。いる派が57ぐらいで、いない派が43ぐらいじゃない。そうでした、そうでした。お化けはいるのか。ゼケールさん大好きっ子がいるね。ゼケールさんは人気ですから、常にどの番組でも。だよねー。くそー。羨ましい。いやでも JKL さんの人気にあやかてていてはダメなんですよ、いつまでも。我々も。己に打ち勝たなければいけません。JKL さんなしでもやってやれるんだぞというところを。いや、いないとやってられないよ。いやいやいや、そんなことないよ。頑張るんですよ。JKL さんあっても、そんな感じで。JKL さん。はい、それでは第2回アンケート取ってみたいと思います。ラグがひどいですが。はい、あ、だよね。お化けはいるのか、いるいない。いないよね。改めて第2回目、さあどんな結果が出るのか。どっちもそもそも言えない、どっちとも言えないと言われたら、どちらかといえば自分を信じて、どちらかといえば向かいないか。さあどこにいるかな。ファンタジーにはファンタジーにはなんかちょっとなんか誰がオペラ調に話せるちょっとコメントでなんかいるいないってこうちょっと討論がプチ討論が行われているので、ちょっと遡ってみたらサンタだった。サンタはいるでしょう。何かと思ったらサンタはどうだったかな。一応あれだよね、サンタクロースって、成人サンタクルーズの物語が回されたことじゃないっけ。サンタ、なんだっけ、 100m をなんだっけ、4秒だっけ、プレゼント状態でプレゼント持って 100m を4秒で走るの。うん、で、なんかあれだよね、プレゼント抱えた状態で煙突の元降りるんでしょ。マジっすか。試験もあるんでしょ。それあれだわ、世界で一番難しいサンタ認定試験。サンタが妖怪だわ。さあ結果を表示します。というかどう考えてもサンタの方が増えた。いや、あんまり変わってないやっぱり。変わってない。でもちょっと増えたぞ。ちょっと増えたぞ。お、さあそういうわけで、じゃあ一番最後にももう一度伺いたいと思いますが、ここで変幻自在の火曜マイスプは番組の進行をとりあえず一旦置いといて置いといてきた。ここから、フリーディスカッションに移行したいと思います。いやはい、なんというフリーダーって言うんですか。完全に恒例行事になっちまったね。そんなことはない。やっぱお化けね、難しいとこだけど、さあちょっと待ってくださいね。フリーディスカッションのルールは特にないですが、お互いなるべく簡潔にまとめて、みんなが話せるようにしてください。はいはい、オッケーオッケー。はい、あんまり長い人は私途中でピッピッピッって鳴らします。あ、ウッドです。はい、じゃあどうだろうな。まあ、喋り足りなかった人いませんか。喋り足りなかった人、はい、じゃあ千葉さんからじゃあ聞いちゃおうかな。いや俺から、はい、言い出しっぺなのに。イアン・ピアソンってイギリス人みんな知ってるかな。知らないか。イアン・ピアソン、英国ブリティッシュテレコムというところの未来研究部門の代表を務めてる学者さんなんですけども、この学者さんの研究によるとね、人間の脳の鎧っていうのは125兆5000億ビットで、だいたい今のハードディスクに直すと 15.7 テラバイトぐらいしかないのよね。ほう。人間一人の意識って。そんなもんなんですよ。で、この人が何研究してるかっていうと、その意識を、要は電子的に記録して、永遠にその意識っていうもので人間を残してみないかという研究をしてるんですよね。ほう。こんな風にね。そう。こんな風に情報伝達を電子的に保管して、人間の意識を電子的にバックアップする方法っていうのは、まあ、割と科学的に考えて、やろうとしてる人たちはいるわけですよ。それがどうお化けいないと繋がるのかをちょっと。そうそう。で、お化けっていう概念の、その、元々のその部分っていうのを、よくよく考えてみると、その、人間のような意識を持った何か。この何かっていうのが、ようわからへんから、お化けとか霊とかみんな言うてるわけでしょ。違うのかな。どうなのかな。お化けいる派からじゃあその今のに、はい、それ以前の問題としてですね、千葉さん、うん、
その問題に対して一つ聞きたいのは、その実験においてですね、うん、じゃあ、情報だけコピーしましたと。うんうん、じゃあ、果たしてその人は、うん、同じ知識とかは持っとるかもしれんですよ。じゃあ、果たして同じ、うん、ちょっと言えるのかどうか。同じ A が A ダッシュか否かってことでしょ。でも A と B の同一性っていうものをやるんです。うん。だから二人の人間が同じ状態でいる場合は、その人は別人になるわけ、赤の他人になるわけじゃないですか。でも認識はできるんですね、意識としては。つまりあのわけのわからない何かではない。いや、わけのわからないじゃなくて、要するに、ん？うん、自我の連続性ですよ。自我の連続性。うん。ただ、その自我とかうんぬんっていう話になっちまうと、今みんながこう議論してるお化けっていうその漠然とした概念ではなくなるわけじゃないですか。うん、ってことは、お化けっていうその幽霊っていうね、よくわからないもの、人を呪ったりとかなんかいろいろ悪さをするようなものではなくて、実際はその悪さしてるのは意識であって、その意識っていうのは人間性であって、その人間性っていうのは自分たちの心の中の自分たちのその意識であると、結局意識に完結していくわけですよ。ってことは、なんていうのかな、概念、害悪をもたらす概念っていうもの自体の存在が、まあ危うくなる。だから宗教家の人たちは非常にそれをこう、なんていうのかな、糾弾してるというか怖がってるっていう部分があるんじゃないかなと。科学と宗教っていうのはまあ対立するって言われてるもんですけども、実際のところは科学と宗教が目指してる部分っていうのは最終的に一つのものではあると。でその一つのものの頂点にたどり着いた場合、お化けという存在はまあ漠然とした概念ではなくなるんじゃないかな。つまりお化けいなくなっちまうんじゃないか。そう結論付けられるわけですね。うん。おー、ということですが、逆に言うなら、情報のまま一人歩きした場合は？ん？何が一人歩き？情報が情報のまま一人歩きした場合は？情報が情報のまま一人歩きした場合が、になった場合ですね、まあ、それがまあ目指す、このイアン・ピアソンという人が目指している部分。いや、違う違う。情報が管理されてるはずや。情報のままで保存するってことは。ある枠を超えんけど。情報のままで管理するっていうのは、放送した場合は？うん。そう考える。情報のままで管理するっていうことは、要はその電子的情報がもし何か害悪をもたらすものであれば電源を切れば済む話じゃないですか。それってお化けは払えない可能性がある。エクソシストみたいにね、最後家食べられちゃうみたいな、ああいうところまで行く前にスイッチを切れば済む話。同じようにテレビでやってる怖い映画は怖いからスイッチを消すっていうことができちゃう。でも皆さんが考えてるお化け、いる派が考えてるお化けっていうのはそういう概念じゃないでしょ。概念っていうか、発生概念については自分らは何も語ってないよ。と思うんですけどね。発生概念であるならば、逆にね、たまたま何らかの影響で、そういった情報、まあ当然、脳波っていうものがあるんですから出てますよ、ね。そういったものを集合して、合一した箇所において、たまたまそういったものを増幅するものがあって、パッと一部だけ出たものが、出てきたものが心霊とかそういったって可能性はあるんじゃないですか、逆に。他の方の意見もいろいろ聞いてみたいね。うん。さあ、イルハに聞きたいな。自分が答えちゃったから、リュウコさんあたりに答え、ブラジルさんでもいい。イルハに聞いてみたい。その科学的にいないということを証明するのは逆に今時たやすい気がするんです。たやすいって言っちゃ失礼ですけどね。その上でいるという根拠ですね。カンプロデューサーって多いひどいことを言うな今喋ってる人は私はクケックでございます。あれんどれだろう。カンプロデューサー、あー多分自分のことじゃね、うん、そうなのかな。概念で実践しないんじゃないっていうようなこと言ってるから、あーラグがひどいな、うん、ラグがひどい。さあお化けいる派にお化けのいる証明何かないかな。そうかな。リュウコンさんっていないのかな。いないっぽいね。あれ今おるす。リュウコンさん、リュウコンさん、リュウコンさんはリュウコンさんいなくなってしまった。敵取るらしいな。いなくなっちゃった。寝落ちじゃない。寝落ちなのかな。起きてー。寝落ちですか。起きてー。起きてほしい。
高木さんのあの磨き上げられたお化けナイロンっていうのもなんか、もうちょっとこう聞いてみたい気はするんですけど、ね、ん？何？さあ、どんどんお化けいない派に圧倒されつつある。それにね、歴史的経緯から見ると、あれなんですね、お化けだとかそういう。